さあ見ていきましょう。1人目鈴木 JP。 おい、あ、はい、まず、はい、まず今のもうね3本使う必要ないです。投げます。でこれはいドライブダッシュ中段当たりました。もうこの中段当たったら中パンが確定するんで、なんでそんな切れ気味なん、いや切れてない切れてない、ごめん、もっと優しい。まずこれね、これ中段当たったでしょ、中段当たったら中パンが確定する、むしろこれ中足が確定してるわけじゃん。このあと中足がしっかりコンボで入ってるじゃないですか。いや、やだわこれ。あの中段当たった後って中パンが当たるから、中パン中パン昇竜拳でとりあえずここでダウン取るんよ相手ので。あのジュリって昇竜拳で締めたら生ドライブラッシュからまた中段とか投げとか打撃のタクに行けるから、まずここで3ゲージ使うのもったいない。でここでドライブラッシュ使ったら鈴木のドライブゲージ2本になるでしょ。でもここで1回コンボで締めて、その後ドライブラッシュで置き攻めに行くっていう考え方したら、次の置き攻めの生ドライブラッシュだけでゲージ1本だけで済むんだよこれって。そうだ、ここのドライブラッシュは本当にいらないね。ここまではいいよ。はい、もったいないね今の。もう中足からドライブラッシュで中断したいのは分かるんだけど、その中足ドライブラッシュ中断ってあんま聞かないの、相手暴れたり投げたりしてるから。中断のタクは相手がダウンした時にやってください、お願いします。でここで中足風波とかして溜めたいね、風波を。風波溜めてあの下段の球を打てるようにしたい。はい、投げが通る、ドライブラッシュ中投げ、いいよこれね。これあの投げからドライブラッシュ後ろ受け身されたら届かないんで、前投げしたらあの風波貯めてください、2個貯まるんで、はい、最速でやれば。で、はい、ここ何もやることないでしょ、風波貯めてください、風波いっぱい貯めてください。ジュリは風波無限に貯めれます、こんだけ離れてたら。そう、風波貯めずに前に行って体一つで行ってるから負けちゃうんすねこれはね。うん、はい、いいね、そうそう、それそれそれ、はい。でほら中足中段がすごい癖になってるね、せっかく当たってんのに。中足が中パンにしてください、全部で。ゲージがないから下がる、空間2個貯めた、これはガード OK。 あー、これもしょうがないかな、これダメです。対空 SA3 はもったいない。まあ、ジュリ対空 SS3 できるんだけど、やっぱ結局コンボで出した方がいい。対空 SS3 とかはもう困った時、ゲージもない時でリーサルの時に狙ってください。これもう全く狙う意味のない SS3 です。ジュリ後ろ投げドライブラッシュ OD 昇竜確定するんで、あんましない方がいいかもです。へえ、まあでもたまにはやっていいんじゃない。チラシだよチラシ、毎回同じことやったら殺されるけど、チラシときゃいいからな。まずジュリの強い部分っていうものがドライブラッシュです。これだけは本当にもう譲れないぐらいドライブラッシュが強いです、ジュリは。なので基本ドライブラッシュを軸に戦う戦い方してください。中足ドライブラッシュも強いんですけど、その中足ドライブラッシュじゃあどこら辺で使うんですかって言ったら、ここら辺なんだよね。そう、相手が前に出てきたいタイミングでこうやって使ってあげる。でさっきもあったんですけど、こんぐらい離れてる時もうひたすら溜めてください。で全部溜まったら動いてください。これ出しながら1回マイスター挟んでみるとか。でこれ出して毎回ドライブラッシュするのも弱いんで、毎回同じことするのは。モダンだったらこれ出した後に対空見る時間があったりで、これ対空見る時間は相手何もすることがない最強モードなんで、ジュリは。で、あ、何もしてこないなって思ったらこうやって走る、走って当たったらみたいな。でさっきの中足ドライブラッシュ中段ってあったんですけど、これもったいないっすね。ここで中段のタックするぐらいならこれやった方がいいっす。なんでかっていうと、当たってんのに中段に行ってるってすげえもったいないのよこれ。だからもう基本当たったら中中とか中中とかこういうので締めた方が絶対に強い。でジュリのもっと強い部分、まあ、これで落としてドライブダッシュ行くのも強いんですけど、ジュリはこれをやると前ステップで触れる距離に行くので、これ風はじめこれねやった方がいい。ジュリ使いはこれマジ強いから、コンボに行きたいよねこういう。
こういうコンボに行きたいよね。でも状況ってのがあって、このゲーム状況がいいんですよ。これの後投げも入るし、でじゃあこれをやると何がいいかってなってくるんですけど、でここで近づくだろう。で相手が投げをしました。ここでここもタクなんですよ。こっちは後ろに下がってこういうコンボしてあげるとすごいダメージも取れるし運べるしでめちゃめちゃ強いんだよ。そうだからとりあえずこれでやって、当たったら上げて前ステップ投げとか波動を出して、当たったって思ったらこれやってドライブダッシュ中段、中段はこれのこの使い方してください。中段はこっからのこれはあんま強くないっす。いいですか。昇竜で落としたらドライブラッシュで重なる、昇竜で落としたらドライブラッシュで重ねる、こういう風に重なるんで、多分こういう戦い方にすればこういうあのグラガリっていうとか、こういう SA1 を絡めてめちゃめちゃダメージ取るとかってのが出てくるから意識してください。鈴木さん基本多分今の動きしとけば一生置き攻めもいけるし、ゲージの無駄ってのがないんで、で中足ドライブラッシュ強くてかっこいいんですけど微妙なんで、微妙っていうかその何回も使えないんで必殺技と思って考えてください。相手の HP が半分切ったって時にやるぐらいがちょうどいいです。昇竜むつみ、ちょっと待って、これむつみさんじゃね。うわ色が髪の毛の色やべえ。まあ、大体分かったわ、負けてる理由が。むつみさん自分の癖分かる？1個だけなんでこんなにドライブラッシュ止められてるか理由があります。生ドライブラッシュを打つタイミングが全部球の後なんすよ。これ見てもらうと分かるんですけど、見てて多分全部球の後にしかドライブラッシュやってない。まずここで1回球の後ドライブラッシュでしょ。球の後ドライブラッシュってのが癖になっちゃってて止めやすいね。ぶっちゃけ死ぬほど止めやすい。これドライブラッシュ、ほらここも球の後ドライブラッシュでしょ。でここも球の後ドライブラッシュ、多分球の後ドライブラッシュしかやってないんじゃないのかな。ドライブラッシュはこの後ドライブラッシュするよ、ほら。で一応相手に対してジョスクで反撃を取ろうとしてるんだけど、俺だったらここで使うもんね、ドライブラッシュ。弾打たずに。とりあえず触りに行くために。これドライブラッシュでしょ、まあ、強いんだけど、弾の後ドライブラッシュってのは。やっぱり、同じことばっかしてても弱いし、今のも、こんだけゲージ有利があんのに、触りに行けないってのがきついね。弾の後ドライブラッシュってのがすごい手癖になってて、それ以外のドライブラッシュの使い方ができてないから、置き攻めドライブラッシュとか。もうちょい強いドライブラッシュの使い方わかれば、多分もうちょい強くなると思うよ。じゃあね、DJ の強いドライブラッシュの使い方、やっていきましょうか。はい、まず DJ、もうここぐらいからこうやっていってください。弾も打たずに、とりあえずこういうのでやって、この距離になったら、基本俺 DJ やってる時こんぐらいの距離で打ちます。で弾の後のドライブダッシュはそんなに、まあ、強いんですけど、結局こっからこの距離をドライブラッシュするのと、この距離からドライブラッシュするのって、もうその反応できるかできないかぐらいのちょうどいい場面なの。俺 DJ ってすげえドライブラッシュ早いんだけど、結局遠目からしたら弱いよねっていう。だからこんぐらいの距離でこの中足とかを振りながら、いきなりこういう風にこの距離でドライブダッシュして触りに行くのがすごい強いです。で置き攻め、もっと投げ使ってください。ほんでさっきの試合見たら置き攻め生きる ところで、あこれいいんですけど、強いんですけど、結局 DJ は投げとこういう置き攻めが強いんで、この中パンとか中継か、中継で置き攻めして当たったらこういうので固めていって、でまた置き攻めでこういうので有利取ってみたいな戦い方が強いんで、で置き攻めのドライブラッシュもっとやってください。置き攻めドライブラッシュ、そう、弾の後ばっかりにドライブダッシュやってても何も繋がんないから、ここで当てても。だったらここぐらいで当てて
めり込まして、こういうの使った方がいい。であとシンプルにもうダイヤ体、正直 こういう動きでいいっす。これ強いんで、このドライブラッシュのこれ、これ5フレプラス取れるんで、はい、置き攻めの時は前捨てして打撃重ねるか、前捨てしてもう一回、ま、投げかとかっていう。でこういう動きもしてください。あの DJ ってめちゃめちゃ趣味強いんで、投げる、垂直置いて相手が殴ってたらこの大パン確定するんでっていう、投げと打撃のタクをしっかりやっていってください。多分この動きができてないから、その本来の DJ の強みを生かしきれてないね。これの先端当てとかもめっちゃ強いからね。差し合いでこの距離なんかすることないなって顔してて、ずっとこれやってたけど、もっとこれ先端当てで、これ先端当てすればこれが確定で入ったりするんで、そう、こういう牽制技をもっと使ってもいい。でこれ先飛びね、ヘイヘイの後前飛び大パン、これ先飛びなんでっていうのが、多分今まで負けてるその中パンとか中足とかが一生食らいますっていうのは、分かりやすいドライブラッシュをしてるからだと思います。プラチナ2クラシックキャミー、待ち気味の道義キャラや圧の強いマリーズ相手にどのように攻めるか悩んでいます。周りに教えてもらえる人がいないため、ぜひ意見を聞きたいです。いいですね。ちなみにキャミー最近裏でちょこってやってるんで、ちょっと浅いんですけど、いいですか。キャミー負けてる試合行こうか。じゃあ待ち気味の道義キャラや圧の強いマリーズにどう攻めるか悩む。攻め方がわからないと。はい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 、あー今のところ入れ替えたいね。キャミーは入れ替えコンボがあるからね、通常コンボに。あれ、なぜあの技を使ってないんだ。キャミーの最強技、なぜあの技を使ってない。うん、モダンだから上出るね。やっと打った空中キャノンストライク。ああ。キャミーの良さゼロです。空中ストライクモダン、いやモダンでも空中ストライク、まあ落としてくると思うけど、プラチナ隊だったら空中ストライクやっていいぞ。てかやるタイミングだね、空中ストライクも。でこれ考え方なんですけど、そのまず対空が1回も出てないキャミー、キャミーの対空強いんで絶対出してください。でこれあるでしょ、この牽制、この牽制って相手からしたらめっちゃきついの。これ超きついの、本当に。もう多分全キャラきついんじゃないかってレベルできついんだけど、これをやった後飛びます。地上がきついってなった相手は飛びます、絶対。でもさっきの試合のリプレイもジュリこれ打たれた瞬間飛んでたんだけど、狙ってください。対空これ地上、あ辛そうだなって思ったら切り替えてください。基本地上技がしんどくなったら相手は2個、3つかな、まあ弾持ちだったら3つになるんですけど、まあ基本キャラクター2個、ドライブラッシュで触りに来るか飛びで触りに来るかの2つになるんで、だから基本こういう強い地上技を振った後は様子見で勝利を狙ってください。この意識するだけで多分対空出るようになるし、対空やった後ってキャミーって強いから、ドライブラッシュで触りに行けるし超強いから、確かそう、こういう風に簡単に触りに行けるんでキャミーって。絶対上を落としたいのと、もっとね、こういう動きしてください。これを入れるだけで敵は上段ガードが多くなります。ガードする相手だったら透かし投げも通るようになるし、当たったら当たったでこういう風にコンボもいけて置き攻めもいけるんで、キャミーはマジでどんだけあのこの動きでこの間合いに持っていくかがすげえ大事になってくるから、この間合いになったら強いよキャミーは。グラップ狩りでこういう動きもできるからね。前捨て、これグラ狩りだから最強の状況までするのが超強いから、キャミーはここまでやるためにどうしようっていう動きだから。やっぱいいですか、さっきのキャミー使い、とりあえず触ること、触った後はしっかりコンボを入れよう。これだけやられるだけで超きついからね。ほら
キャミーの勝ちパターンって多分いつもこんな感じだと思うんだよ。で、ああ何もすることないなと思ったらとりあえずこれで触りに行ったりっていうのができます。で、モダンだから落とされる、全部が全部落ちないんで、モダンも結局これこういうの振ってる時は相手はこれ今上見てないじゃん、こういうの振った後に行ったりっていうのができればだいぶ散らせるんで。でもここのこうやってお見合いしてる最中にって言っても絶対落とされるから、これはやめてください。基本地上戦を見せた後、地上戦を見せた後これで行くのが強いです。この動きができればキャミーは最強です。もう触りに行くっていうよりキャミーは待っても強いんで、全然牽制技が強いし、そもそも低空ストライクが強いのってなんでなんだ。もうこれね、低空ストライクなんですけど当てる場所によって有利不利がすげえ変わります。足元で当てるとプラスに触れ、プラスはね、足元で当てると絶対プラスになるから最強なんだよね。だから言ったら、ドライブダッシュのこのこういうのをノーゲージでできるってこと。そう、俺ダルシム使ってるからこういう当て方すごい得意なんだけど、とりあえずこれ当てて投げいってドライブラッシュ行ったりっていう動きが強いです。当たっても強いしガードされても強いっていうのがこのキャノンストライクです。もう一生この動きができれば絶対負けないからな。キャミとかもうシンプルにこのOD キャノンストライクとかもうとりあえずこういうので触るのもありで、キャノンストライクからマイステップの打撃重ねとかをしましょう。いいですか、さっきの人。この動きをすればもう多分めっちゃ勝てるっす、絶対絶対。